佐藤ひろ子のこの街行ってランキング。こんにちは、佐藤ひろ子です。私が今回ご紹介するのは栃木県のお正月に食べるもの。栃木県の郷土料理いろいろ調べていたんだけど、特別変わった何かがあるわけじゃないみたいなんですよ。ひらめいたんですけどね、作っちゃおうと思うんですよ。新しく栃木県のお正月に食べるものとしてご提案したいと思います。栃木県といえば宇都宮の餃子でしょうか。宇都宮はですね、餃子の街と言っていて、餃子通りがあったりだとか、宇都宮餃子会っていうのがあって、それが宇都宮の餃子を支えているわけなんですが、今回作るのは佐藤ひろ子のただただ餃子になっちゃうので、こちらを入れてみたいと思います。岩下の新生姜、こちらはですね、栃木県に会社があって、もう当たり前のように食べている、そんな生姜ですけど、今日はね、餃子にたっぷりこれを入れたいなと思います。で、さらにお正月感をどうやって出したらいいかなと思ったら、やっぱり紅白かなと。食紅ではなくってスーパーフードの赤くしてくれる粉を使って、皮を赤くして紅白の餃子を作ってみたいと思います。それでは早速、クッキー。今回は Adobe のプレミアラッシュというアプリを使って作成しました。赤い皮、岩下の新生姜、結構存在感を残したいかも。だって美味しいんだもん。岩下の新生姜もこんな感じに切れたので、全部投入だわ。 OK、 こんな感じ。全然丸くならない。ということで完成しました。さあご覧いただきましょう。私オリジナルの紅白餃子はこちら。見てください、この綺麗な赤と白ね。え、これはもう栃木の定番おせち、お正月料理に加わってもいいのではないでしょうか。なぜ今まで思いつかなかった真っ赤かな餃子、めちゃくちゃ可愛いじゃないの。ということで早速試食タイム。赤い餃子もいただきます。めちゃくちゃ生姜が効いてて美味しいです。この真っ赤な餃子と真っ白な餃子をこうやって並べて、わ、なんかめでたい、すごいお正月っぽいでしょ。もちろんこれは私のオリジナルの料理になるので、栃木県民の人がこれを食べているわけではございません。でもこんな風に自分の地元の食べ物をこうやってアレンジなんかして、お正月やその季節を楽しんでみるのもまた一ついいんじゃないかなと、そんな風に思います。ちょっとでもいいなと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。視聴者の皆さんも自分のお正月に食べるものを動画編集して SNS で紹介しましょう。また次の動画でお会いしましょうね。お相手は佐藤ひろ子でした。バイバイ。岩下の新生姜、紅白餃子と岩下の新生姜。